します。市長、ミートスピーチの関係で、はい、20日に在特会と面談というような話が出てるんですけど、地元で調整してると思います。改めてどういった思いで臨まれるか。いや、それはその時の話します。すいません、申し訳ありません。今朝方、カジノ議連が総会を開いて、はい、細田会長が11月中に一気呵成に進めたいというふうに冒頭で挨拶されたんですけれども、スピード感の期待というのは改めていかがでしょうか。いや、ぜひ、まず基本法といいますか、推進法といいますか、それは、今国会で成立してもらいたいですね。それを軸に大阪の街づくりが、カジノを含む統合型リゾートだけじゃなくて、あの周辺地域、さらにそれに関連する地域の、大阪の都市計画、都市戦略が動き始めますのでね、ちょっとこの法律が成立しないと、その他の計画がちょっと停滞してしまいますのでね、これはカジノを含む統合型リゾート IR、夢洲の IR だけじゃなくて、その周辺地域とさらにそれに関連する地域の計画、全てに影響するということですから、ぜひ今国会で成立をしてもらいたいです。サントリーの新浪さんもですね、第1号はぜひ大阪にというふうなコメントもされていたということ で、 で産業界からもかなり熱い、大阪を評価する声というのが届いているということなんですけれども、いや、それはありがたいですね。風都市で連携して、ずっと取り組んできましたし、まだ全て発表できませんけども、この法律が制定すると相当大阪の、あの地域の周辺だけじゃなくて、実はちょっと関連する地域、こんなところも関係するのっていうところもあるんですけども、そこも大きく動き出す、また動かそうと今していますのでね、これが一つね、センターピンなんですよ。だからこの法律が通るとね、周辺部、またちょっと離れたところの、関連地域というか、そういうところが、大きく動き出すきっかけになるので、ぜひともこれはもう成立させてもらいたいですね。よろしいですか。